皆さんこんにちは、荻原と申します。今日は窮地の時に神様に助けていただいた体験のお話をさせていただきたいと思います。コロナの前でしたから、もう数年以上前のことだったと思いますが、ある晩ですね、夜の7時半ぐらいに私は、仕事が終わった後ですね、教会の街道に向かっていました。で、教会はですね、最寄りの駅から歩いて数分のところにあるんですけども、住宅街の中にあって、割と人通りの少ない、場所にあるんですね。で、私はですね、その日もこの路地をですね、曲がりつつですね、街道に向かって行ったんですけども、途中でですね、ちょっと不思議な光景を目にしたんですね。男性なんですけども、地べたに座り込んで猫を抱っこしてて、じっとしてるんですね。なんか、よっぽど猫が好きな人なんだなと思いながらですね、その横を通り過ぎたんですけども、で、通り過ぎた後ですね、ちょっと驚いたことには、その男性がですね、私の後に、このついてというか、私と同じ道をですね、歩いてきてるんですね。で、最初は距離もあってそんな気にしてなかったんですけども、その距離がですね、だんだん縮まってくるのをですね、なんか背後に感じてきたんですね。角を曲がるたびにですね、だんだん近づいてきている気配を感じました。それでちょっとまずいなというふうに思ってですね、私は歩く速度を速めたんですけども、そうするとですね、その人の歩く速度も速くなってきました。だんだん足跡がですね、本当に近づいてくるんですね。で、私はもう本当は早足になって、こう競歩みたいにですね、急いで歩きながらですね、神様に祈りました。神様、この状況を感謝します、どうか助けてくださいっていうふうにですね、お祈りしたんですね。で、なぜこんな状況でも神様に感謝するかというとですね、聖書にはすべてのことを感謝しなさいっていうふうに書かれているんですね。で、すべてのことっていうのは良いこと、もちろん良いことは感謝することは簡単だと思うんですけども、悪いことも感謝しなさいっていうふうにですね、書かれているんですね。で、なんでこの悪いことも含めてすべてのことを神様は感謝しなさいっていうふうに言われているかというとですね、すべてこの許されている事柄一つ一つの背後にですね、神様の最善の計画が用意されているから、そして私たちはそれを見ることができるからっていうふうにですね、神様の約束の言葉があるからなんですね。ですから本当にこの状況を感謝しますっていうふうにですね、心の中ですね、感謝したんですね。そして助けてくださるようにとお祈りしました。で、もうすぐですね、もう街道が見えてきて、もうちょっとだっていう、本当にもうギリギリの時だったんですけども、ドアがですね、街道のドアがバタンって開いてですね、ある人が中から出てこられました。そしてその人はちょっと体格のいい人なんですけども、電話をですね、しながら、こう話しながら出てこられて、で、私の姿をこの確認して、こんばんはっていうふうにですね、声をかけてくださったんですね。で、私もですね、こんばんはっていうふうにですね、大きな声で返事をしました。で、その様子を見てですね、後ろにピタッと、まるでこう張り付くようにですね、歩いてきた人はまるで煙が消えるかのようにですね、スーッとですね、やり過ごして、そこから姿を消していかれたんですね。で、私は本当にその瞬間ですね、神様が助けてくださったことをはっきりとこの理解しました。で、本当に心から神様に感謝しました。で、神様は私たちが本当に窮地の時にですね、祈って助けを求める時に助けてくださる神様だっていうのをですね、心から本当に実感して感謝した出来事でした。今日もですね、最後まで私の話を聞いてくださりありがとうございました。